広川くるみです。噛んだ。広川くるみです。眠りのお供にささやき ASMR。 今日もお楽しみください。寝落ち前にチャンネル登録忘れないでくださいね。本日のテーマは、チャカ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 チャ私が好きな臓器は皆さんきっと知っていると思うので、その中身のまあいいや、腎臓の中にある糸球体っていう構造があるんですけど、それがお花みたいで可愛いっていうのを動画で言い忘れちゃったので今言いました。子宮体の胃から始めていきたいと思います。スタート。子宮体、胃粘膜、これは胃にあるやつね。くはもうないわ。草生えてる草。札幌市。私北海道出身なので、出身は札幌じゃないんですけど、札幌には住んでたことがあるので、めちゃくちゃ好きなんです。札幌市、札幌市、しりとりしりとりのり、しりとりの中でしりとりを使う人いない。初めて使ったしりとり、リンボーダンス。リンボーダンスって人生で一度はやると思うんですけど、なんでやるんだろう。スイカ割り。この夏はスイカ割りができませんでした。とか言って、一生に一度もやったことないけど、理科室。おー、理系な答えが出ました。ちょっと理系ですね。理科室。
コスがランクイン、あ、違う、した。ちなみに1位はなんだろうね、オイスターソース。おお、バルサミコ スカイ、空のスカイ。よし、インドが来ました。私地理はね、とっても苦手なんですけど、インドの形はわかる。三角でしょとか言って違ったら恥ずかしいけど、ドーナツ。あー、すいませんね、これから皆さん寝ようとしているのにお腹を空かせるような発言をしたことを謝罪します。ドーナツ、つみれ汁。あー、これから皆さん寝ようとしているのにお腹を空かせてしまう発言を謝罪します。私、歯医者行くの好きなんですよね。だから口腔ケアとかいうちょっと知的な単語が出てしまいましたが、皆さんも歯医者は行きましょう。楽しいよ。おやすみなさい。